さあ、というわけで本日のゲストは大熊一郎さんです。お願いします。こんにちは、大熊一郎です。よろしくお願いします。やっと出てくれましたね、本当。いや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 、もうそれをこうやって出るのはもう僕もう十数年ぶりですからね。ああ、そうですか。はい。まあ、その顔出し NG とかじゃないですよね。あ、全然、ね、そんな。うん。はい。で、あれですよね、現在は制作の方ですよね。はい、そうなんですよ。もう、東京下北沢で映像の制作会社やってます。うん、その例えば芸人引退とかそういう線引きはあったんですか、はい、自分の中で。それはもうもちろんありますね。うん、僕は22歳ぐらいの時にオーディションに行って渡辺エンターテインメントに入らせてもらって、うん、もう30前半ではもう辞めてるんですよね。なんで10年もやってないんですよ。早かったですね。そうですね。もう裏方やってる方がもう断然に長いです。そうか。今は46ですもんね。はい、うん。まあ僕が出身長崎で、長崎から上京するときにお笑い芸人になりたいと思って上京したんですけど、ただ芸人になり方がもうその頃分からなかったんで。分かります分かります。はいはいはい。そうですよね。なので、アルバイト雑誌を開いたら、バラエティ番組、なんか募集みたいな、文字があったんで、うん、で、よくよく、まあ募集に連絡して、面接してもらって、うん、そこの会社に入ったら、まあまあ、要するに AD さんだったんですね。うん、AD さんの募集なんだっていうので、バラエティ番組を知れるということで、じゃあ一回やってみようかなっていうのでやってみたんです。あ、そういうことやったんですか。そうなんです。はあ、じゃあもともと芸人志望で出てきたんですね。あ、そうです。おー。で、AD さんになって、まあ、めちゃモテとかですよね。そうです。もう、飛ぶ薬 Z っていう、めちゃ、うん、モテモテイケの前身番組から始まって、うんうんうん、めちゃモテですね。めちゃイケまではやってないですね。うん、ああいうところバラエティの最前線じゃないですか。いや、そうですよね。いや、うん、もうそうでした。いきなりもう出てきてすぐそこの最前線飛び込んだわけでしょ。いや、そうなんですよ。そのたまたまなんですけど、うんうん、僕がその上京して、じゃあアルバイト雑誌開いて、じゃあ連絡して、うん、じゃあ面接行きます。でも、その日に受かって100人ぐらい面接来てたのかな。え、で、3人ぐらいの中に向かって、すごい。で、また明日来てくれってなって、そしたらフジテレビに行って、うん、この間お亡くなりになった佐藤義和プロデューサー。あ、はい、はい、はい。はい。さんのとこに、その制作会社の社長さんと僕と行って、はい、佐藤さんのとこに挨拶に行って、はい、君何やりたいんだっていう感じで、バラエティ番組やりたいんですって言って、うん、で、当時、フジテレビの深夜番組で、コント番組が飛ぶ薬 Z があったんですね、うん。はいはいはい。で、見てたんですけど、そんなによく分かってなくて、あ、でも、ナインティナインさんが出てる番組なんだっていうことで、はい、飛ぶ薬 Z っていう番組をやりたいですって言ったら、はい、もうすぐ佐藤さんが、今日収録やってるよ、じゃあ来なよ、みたいな。あ、いや。感じで、はい、お願いしますって言って、その日に、ナインティナインさんに紹介してもらって、飛ぶ薬 Z のメンバーも皆さん合わせてもらって、そこからもう1週間帰れなかったですね。もう壮絶な AD 業務が。もうザ・ AD の昔の。もう一番大変な時代じゃないですかね、テレビが。ちょっとバブリーな頃ですよね。もうそうです。いわゆる宅地系で、うん、もうすぐロケにも行って。すぐ打ち合わせも全部タクシーで行ったり、うん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 、もうそんな時代でしたね。うわ、すごいな。もうでも巡り合わせですね。行ってなんかそういうたまたま面接で、ね、翌日ありがたい、うん、でそこでそのフジテレビの総合演出の片岡飛鳥さんに出会って、はいはいはい、そこからもうずっとお仕事させてもらいましたね。もうお笑い芸人やるまでは。 AD さんというか、まあ、スタッフさん何年ぐらいやってたんですか。それ2年ぐらいですかね。で、何のタイミングで、じゃあ、ちょっと芸人にシフトしようって思ったんですか。そうなんですよ。で、僕のね、自分の人生の第一希望はお笑い芸人なのに、うん、こう、だんだんこう、お笑い芸人さんのその姿を見るっていう目的で入ったんですけど、うん、だんだんこのお笑い芸人さんを目の前で見てると、なんか、うん、自分が本当にやりたいものじゃない、ことに対して自分がここの場所にいるというのはだんだん失礼な感じに思えてきて、ほうほうほう、で、うん、岡村さんに相談したら、はい、じゃあ飲み行こうかってなって2人で飲みに連れて行ってもらって、はいはいはい、じゃあまあ
いろいろ準備して、うん、みんなに挨拶して、じゃあそういう風にしたら、うん、って言われて、うん、大熊一郎、じゃあこれから俺のライバルやなみたいなことも言われて、ありがたいことに、うんうん、本当に。それで、辞めたんですけど、まあ、辞めるときもちょっと僕も、なんかめちゃくちゃな辞め方して、まあ、とにかく、AD さんが辞めるときって、あの当時、大体もう、バックレという。ですよね、イメージはね。ことでしかなんか辞められないというか、うん、正規でちゃんと辞める人が、あの当時、いなかった。まあ、辞めるってなったら、もう本当に、殴られるぐらいの勢いだったんで。うん、だってもうずっと継続して仕事あるわけですもんね。そうです、うん、引き継ぎのタイミングとかないですもんね。ないんです、うん、もう辞めるとかやる気ないとか言い出したらもうそれこそ非難合合でもうねボコボコにされるぐらいのイメージでしたからね。でまあ実際に辞めさせてもらってそこからネタ作り始めて、うん、渡辺プロダクションのオーディションに行った感じです。あ、もうそこはなんかこう例えばツテがあったとかそういうことじゃなくてもう単身。それ全くなかったです。電話帳でお笑いの事務所を調べて、うん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 、で、あからめんどくさいなと思ったんで、下から行って、あで、渡辺プロダクション。そうです。もう、それももうたまたま巡り合わせで。結構すんなり入れました、まあ、今もそうなんですけども、まさに戦場で、そうですよね。毎週土曜日、ネタ見せにもう芸人さんが100組ぐらい来るんですよ。で、その中で。1回だけ行ったんですよ、僕も。ああ、そうなんですか。まさにその時代に前のコンビやったんですけど、もう圧倒されて1回しか行かなかったですね。すごい、あの光景すごかったですよね。すごかったです、はい。もう誰かがネタやってるとき、誰も笑わないし、うんうん、もうみんな敵だし、ライバルだし、で、その渡辺プロダクションの1ヶ月に1回の、うん、新人コーナーに出られるのは3組なんですよ。で、100組ぐらいいて3組選ばれないといけないんで、うん、で、それで1年ぐらいずっとその3組に残ってネタをやらせてもらってたんじゃないかな。すごい。その頃もう僕ネタ1回に2本持って行ってましたからね。あ、でもそんなからほぼ毎回選ばれるって優秀ですね、でも。いや、もうこれはもう今でも思い出すとちょっともう嫌なんですけど、もう地獄でしたね。うん、もうネタ作りのあの時期、絶対帰りたくないですね。そうですね。もう刑務所の中に、刑務所入ったことないですけど、刑務所の中にいるんじゃないかっていうぐらい、つらかったですね。でも、あれでしょう、僕が東京出てきたのって99年なんですけど、その頃に、ちょっと夜中のテレビ番組とかつけたら、そこそ大熊さん出てらっしゃって。なんだろう、ブレイクものとかかな。ブレイクものとかかな。犬飼ってほしい言ってました。あ、じゃあブレイクもの田代朝日さんのね。結構ね、あの時代のね、ブレイクものっつったらやっぱり人気番組でしたからね。いやね、で、僕は事務所にオーディション行かせてもらって、半年ぐらいで単独のビデオとかも出させてもらって。はいよ。その前にもテレビ出させてもらったりしたんですよね。はい。そっから、パッと表舞台から、消えたイメージがあって。そうですね。うん。ネタやってる頃、本当に地獄で、うんうん、僕のネタのスタイルが、うん、毎回作り上げて、次のネタはもう全部壊して、一から作り上げるっていうスタイルをやってたんですね。一番大変なやつですね。そうです。もう、だから、途中で気づいて、うわ、それやんなきゃよかったななんて思いながら、うんうん、ちょっと発明家的な、ちょっとお笑いの方程式を一から作るみたいなことをやってたんで、結構もう、体も、壊しちゃったりして。なるほど。ちょっと消耗が激しかったんですね。そうなんですよ、うん。でも夢にまで出てくるし、胃も壊すし、で大変でしたね、あの頃。あ、そうですか。はい、もう、そうですね。うん。いや、本当パッてもう何個か見て、まあ、どのネタも面白くて、いや、こういう人がやっぱりこう売れていくんかなと思ってたら、パタッと、あれ最近大熊さん見ないなっていう僕のイメージ、ね、勝手も本当失礼なイメージなんですけど、うん、藤井さんは僕飛び石連休さんが、はい、いいとものなんかコーナー出てる時ありましたよね。2回出してもらったんですよ。その頃僕も出させてもらってる時だったんですよ。ほう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 。なんかバックそうです、バックアップです。バックアップのネタで、はい、すごい人気で、いいともにも出たっていう感じですよね、飛び石連休。そうです。そう。バックアップがいいとも班の方が作ってはって、ね、まあ若手発掘番組っていう体で、はい、
まあ、だから三平とかあの時、あそうだ、安田大サーカスとか、オジン・オズボンとかね、スピードワゴンとかも一緒に出てましたけど、ね、で、なんかその枠の中でちょっと順番に若手枠で掘り込んでくれる時期があったんですよね。そうですよね。はい、だから、飛び石連休の2人との絡みは、僕、イメージ、うん、そのぐらいしかないんですけど、同期で18金がいるんで、はいはい、大滝君からは、飛び石連休の2人の話よく聞いたんで。うん、うん、よく一緒にいろいろ、まあ、ライブやってましたよね。はい。で、まあ、10年もやってなくて、僕はもう最初から、お笑いの仕事が月に一つも入らないくなった時は、もうやめようと決めてたんですよ。あ、そうですか。はいはいはい。で、まあ、割と順調に、うん。そうですよね。そう見えました。仕事をさせてもらって、前説とかもね、いくつかさせてもらったりして、うんうん、それでもう、ある時パタッともう、何にもなくなった月があったんですよ。ええ。それでまあ、やめますっていう意味に言って。もう本当そこで、パシッと。そうですね。もう結構最初から決めてたんで、まあ今となってはなんかいろいろ後悔しますけどね。ちなみにそれ何年か覚えてます？2006年、7年ぐらいかな。うん。で、事務所にもう辞めますって言って。話に行って、うん、で、そこからあれですね、ゴリケンパラシュート部隊に誘われて、うん、福岡のゴリケンパラシュート部隊のコント番組の作家で、もう福岡で住んで作家をやらせてもらったんですよ。あ、へえ。そうです、うん、もう3年ぐらい。で、僕の親父の実家は福岡なんで、もうそこに住んで。ああ。それもきっかけの一つですね。しばらく東京いたけど、すぐ福岡に呼んでくれて、ゴリケンパラシュート部隊が。で、その後、もう僕、ディレクターの経験なんかないのに、そのゴリケンパラシュート部隊の後輩たちの企画とコント番組の総合演出をすぐ僕、西日本でやらせてもらったんですよ。ほう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 。で、そっからですね、裏方、人生は。もうその芸人時代に、ちょっと例えば、作家とか裏方っぽいことやってたわけではないですか？いや、でもそれも並行してやってました。ああ、やってたんですね。依頼されてコント書いたりとかしてました。うん、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 うん。僕が一人コントライブをやるときに、いつもエンディングで、ショートムービーみたいなコント映像を作ったんですよ。へえ。結構前からそういうことやったんですよ。すごいな。だってちょっと編集とかが簡単じゃない時代でしょ、それって。ああ、そうだと思います。そっか。それはあれですね。僕の友達とかにも頼んだりして、で、自分でも途中からやるようになって。で、その一人コントの最後の映像ばかりが、なんか好評になってきて。なるほど。あ、なんか求められるものをやるっていうこともいいなって感じてたんで、うん、作る方、裏方に回る方もいいなって思ってそっちに行ったっていうのもありました。なるほど。ほう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 。ちょっとだからそっちに少なからず手応えをちょっと感じ出してて。なんかそうですね、うん、喜んでくれてたお客さんが少しいたので。うん。で、まあ九州に移動して。そうです。で、まあ、またでも結局戻ってくるんですよね。そうです。でその時もまた頼まれて、NHK の渋谷 DeepA っていう、あ、はいはい、ケンコバさんと論文の厚さんの番組のディレクターやらないかってお声をいただいて、うんうんうん、でそれをきっかけに戻ってきました、東京に。まあ、もともとね、お笑い芸人やりたかったって言ってたし、まあ、さっきもちらっと言ってましたけれども、そこで辞めたことに別に後悔とかはないですか？はい。これ僕、辞めてから、しばらくは後悔ないんですよ。うん、はいはいはい。でも、なんかね、夢に出てきたりするんですよ。え？ほう。自分がステージでうわーってお客さんに喜んでもらってる光景とか。うん。これ辞めた芸人さん、みんなそうだと思うんですけど、うん。絶対一回は、やっぱ後悔すると思うんですよね。うん、もう一回やりたいなってなると思うんですよ。うん。だから、やっぱ僕もその時期があって、うん、もっとああいうことできたのにななんていうのはいっぱいあります。全然できてなかったですね。まあ、僕が裏方に回ったから気づくことはいっぱいありましたね。まあ、当時は分からなかったってことですよね。当時はもう全然分からなかったですね。例えば裏方に回って気づいたことってどういうことですか？例えばですね、ディレクターさんとの打ち合わせとかも30分ぐらいで簡単に終わるじゃないですか。うん、そうですね、うん。で、当時はね、ほとんど僕 もう余裕もなくて聞けてなかったんですけど、うんうん、まあその打ち合わせでちゃんと振りと落ちまで決め
解いたらよかったなとか、スタジオの 全室の居方とか、うんうんうん、大御所さんが前室にバーッと入ってきて、うん、ちゃんと本番結果を残す芸人さんとかはちゃんと大御所のタレントさんとかとやっぱアイドリングトークとか肩慣らしをしてるんですよね、うんうんうん、でそれってただの休憩時間じゃないんですよね。若手にとってね、若手にとって、うん、ちゃんとそこで準備運動とか助走をつけましょうよっていう時間なんだなって気づいた時に、うん、もう自分しか見えてなかったんで当時は。いやでも大体の若手そうなっちゃうと思いますけどね。あ、そうっすか。いや最初やっぱり舞い上がっちゃうじゃないですか。いや舞い上がってね、本番で、あ、ちゃんとうまく喋れるかなとか、これ言おうとかあれ言おうとかって、そこでいっぱいいっぱいにまずなるじゃないですか。そうですね、自分のことしか考えられてなかったんで、なんかこう全体のチームなんだなって気づいて、うん、でみんなで一緒にドリブルしてってパス回してゴールするってい う, こう、うん、構図を気づいたときに、あ、その流れでパスが出せる人間にちゃんと慣れてたらまだね、続けられてたのかななんてよく後悔してました。あ、そうですか。はい、まあでもなかなかね、やってるときは気づかないことって多いですよね、もう完全にそのネタを作る脳みそとテレビでこう上手にトークで面白い話をするとか展開していくって全く違う競技じゃないですか、うんうんうん、当時は僕 もう渡辺エンターテイメントのマネージャーさんに、もうネタだけをやりたいですみたいな話したことあります。おお、もうライブのエンディングとかでも全然前に出られなくて、うん、もうそこすらちょっとあんまり出たくないっていう、もう出たくないっていうか逃げですよね。ああ、もう怖くて、うん、で、ね、今みたいに YouTube みたいにね、なんかこれだけで やってたらなんかいいんだっていうプラットフォームがあったらね、まだやめてないかもしれないですね。ああ、当時はやっぱなかったですもんね。なかったです、うん、もう総合的にエンターテインメントをしていかなきゃいけない時代だったんで、うん、もうライブで勝ってテレビに出てっていう道筋しかほぼなかったですもんね。そうです、うん、今はそういう単独ライブとかで回る人たちもいるじゃないですか。はい、そういうのになりたかったってことですか当時。いや なりたかったですね。だから例えばね、ラーメンズとか、うん、エレキコミックとか、うん、ね、当時も仲良かったですけど、小林健太郎くんとかとね、うん、出かけて遊びに行ったらコントの方程式の話ばっかりしてましたからね。そういう話好きそう。いや、それでこういうフォーマットで、うん、この形があれば何本でも作れるとか、うん、あ、じゃあこの振りでこのオチでこういう風にしたら新しいよねとか、そんな話ばっかりしてましたね。あ、そうですか。ちょっと引退されましたよね先日ね。ね、うん、その辺はちょっとお話ししてないんですか。その話は具体的にしてないんですけど、うん、小林くんからはたまに節目でライブとか呼んでもらったり連絡もらって行ってましたね。あ、そうですか。お笑いライブでエンディングで号泣したの、僕ラーメンズのお笑いライブが初めてじゃないか。もうなんか最高に面白くて、ほうほうほう、感動で面白すぎて泣いちゃったんですよ。すごい。すごい。わーって。はー、すごい話やな。いやーもうね、片桐くんも健太郎くんも素敵でしたね、うん、まあ、これからもね、うん、今も輝いてるんですけど、うんうん、まあ、いやもう健太郎くんがあの頃から変わらずコントの道を全うしてすごいなっていう思いもあったし、うん、でも自分全然できてないなとか思いながらいろんな葛藤もあって。その泣いたっていうのはまだ芸人現役の頃ですか。もうそれはもうやめてからですか。はい、でさっき言ってらっしゃったもっと現役の時こういうのできたなみたいなおっしゃってたじゃないですか、はいはい、そういうのは例えばどういうネタに関してですか。やっぱりですね、この座る位置とかでもスタッフのこの、うんうん、こう計算があるわけですよ、まあ、いわゆるこの ガヤと言われる人たちとひな壇とかいうところひな壇で、うん、で真ん中にいたらやっぱり話の道筋立ててとか、うん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 、でここに座ってる位置の人はこう壊し屋でいなきゃいけないとか、うん、なんかそのバラエティ番組の構図があるんですけど、その構図を全く理解せずに、うん、自分だけ売れてやろうみたいなことで僕もやってたんで、ほう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 、
ただただ緊張して、タレントさんの前で、前に出られずに、じゃあ、番組収録終わりましたみたいな、うん、もう完全にギャラ泥棒みたいな。てめえの緊張知らねえよって話じゃないですか。いや、まあそうなんですけど、ちゃんと仕事しないとね。ですけどね、なかなかやっぱりこの人のこのポジションがあるから自分はこっちだとか、うん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 、自分がこのポジションだから呼ばれてるんだとか理解してちゃんと出られてたらなって思います。なんか理由があってちゃんとそこにキャスティングされてるっていう、うん、この人をここに座らせたらきっとこういう働きをしてくれるだろうなっていう期待があってっていうことですか。そうです、そうです。答えられてなかったですか。全然答えられてなかったです。いや難しいな。でも難しいな。でもまあきっとそういう役割を分かってる人は残っていくんでしょうね、だと思うんですよね、うん、その当時ね、めちゃイケの演出をしてる片岡飛鳥さんも、うん、ポジションの話はいつもしてましたね。あの芸人さん、今はこの企画はこういうポジションだよ、この企画は君はこういうポジションだよっていうのは結構打ち合わせで話してました。そこの現場で突っ込む人は一人、そのツッコミの人に対していろんなボケの材料を出していくのがその他の芸人さんとか、ちゃんと整理してましたよね。そうですよね。なんかやっぱりわかります。すごいわかります。なんで耳が痛いみたいな感じ。いや、やっぱりね、その例えば、まあ、僕なんかツッコミ側の人間なんで、それを理解してなかったら、例えば MC と他の人の絡みのところに自分が突っ込んでしまったりとか。そうですよね。そういうのって本当はいらないんですよね。いらないとは言わないんですけど、うん、それ整理しにくいというか、なんかあんだけカメラ 5、6台あるんですけど、カメラも置いてなかったり、まあ、編集もしにくいんですよね。テレビと舞台ってまた全く違いますもんね。いやー、そうですね、うん、もうバラエティの構図がテレビと舞台はまた全く違うんだなって感じましたね、うん。まあ、舞台ってね、全然端っこから叫んでもお客さん見てくれますからね。そうなんですよ、うん。それを気づいたのはやっぱ裏方に回ってからっていうことですか。いや、本当そうなんですよ。僕はその構成作家もね、ディレクターもどっちもやらせてもらうんで、その台本書いてるときに、うん、この芸人さんだったらこういうこと言ってくれるだろうなみたいなことに台本書くんですよ。はい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 。で、やっぱり売れてる人、テレビで活躍してる人は結構台本の流れを沿った中でコメントしてくれるんですよ。うんうんうん、ちゃんとこう趣旨に合った、うん、もちろん僕の台本通りには喋ってはくれないんですけど、うん、もう現場で全然面白いんで、うん、やっぱり道筋に合ったことを皆さんこう発言してくれるんですよね。やっぱさすがだなって毎回感心しますね。じゃあせっかく作った台本に沿わない上に滑る若手が腹立つってことですか。いやいや、そこまで、うん、そこまであれなんですけど、うん、結構あ趣旨とか全然感じずに結構舞い上がっちゃってるんだろうな、しょうがないなと思うんですよね。当時の自分だななんて思いますよね。自分を出そうっていう気持ちが勝っちゃうっていう。そうですね。それは悪いことじゃないんですけどね。うんうんうん。で、それが当時の自分だと。そうです。もうまさにそうですよね。でもそうやってバラエティの役割がどうのって言われだしたんて、本当ここ10年ぐらいじゃないですか。あのアメトークのひな壇芸人とかっていうのが、ね、出てきてからですよね。そうですね。だからそういう講師で、あの授業もやったりしますよ。あ、へえ、はい。なんかそのバラエティの構図って僕なりなんですけどね、うん、僕なりの、うん、僕が知ってることはなんか教えられたらなっていうので、そういう講師をやったりもしますけどね。まあ売れてなかったのにお前が何が分かるんだみたいなこともあると思うんですけど。いや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 、そんなんね、裏も表もちょっとかじって知ってるっていう、うんことで、なんかこう感じたことをなんか教えられたらなっていうので、そういう活動も今変更してやってますね、うん。なるほど。じゃあそんな大熊さんから、例えば今の若い芸人とかにアドバイスがあるとしたら、どういうことですかね。コントばっかりやる人いるじゃないですか。はいはい。コント師の人たちって結構不利だなって僕思ったんですよね。漫才って直結してテレビに近いじゃないですか。そう、今特にね、そういうふうにネタ作る傾向もありますしね。そうですよね。で、明らかにもう世界観作ったコントって、まあ、テレビでも表現しにくいし、なかなかちょっと、すぐテレビに乗っかれるみたいな、こう、体になってないんで、う
僕が思うのは漫才をやった方がいいと思います。おお、一人コントやってた人が。いやいや、本当ね、一人コントとかね、コントはね、もう、なんですかね、コントと言いながら、ちょっとアート的な世界観で突き進むエンタメだと思うんで、なかなか、もうそれだけやっていきたいという人はいいと思うんですけど。使う側からしてイメージしにくいってことですか？あ、キャラクターもイメージしにくいんですよ、うん。だから漫才のキャラクターってもあるじゃないですか。で、コントっていろんな役やるじゃないですか。うん、そうですね。だから、まあでもね、テレビに出たいっていうのがもう全てじゃなくなってるんで、今は。今ね。うん。まあ、よく言われることですよね。M1 のチャンピオンは結構バラエティで活躍しても、キングオブコントのチャンピオンはなかなかそっちで活躍する量は少ないっていう。そうですね。だから、もちろんコントやりたいのはね、素敵なんですけど、コントやるんだったらテレビとか、いろんなトークの現場で活躍したいっていう人がいるとしたら、トークももう本当に勉強しなきゃいけないんで、コントライブとトークライブも並行してやんなきゃいけないんじゃないかなって思うんですね。あ、もうコントをやるならば。ああ、そうか。で、もしもバラエティに出て活躍したいならば、漫才を選んだ方がいいってことですね。って思うんですよね、僕は。まあでもそうですよね、最近の傾向としてはね。まあ確かに漫才で活躍してる人の方が他の番組で見るイメージは強いですね。なんかそうですよね。今ね、特にね。まあだから結構がっつりコントで活躍してる人はどっちかというと YouTube とかの、ね、閲覧数が上がってるような、うん、そっちのイメージですよね、うん。ですね。もうテレビでコントはね、うん、見にくいプラットフォームみたいになってるんで、うん、まあ今、第7世代さんの活躍でね、コント番組も増えましたけど、うん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 、なかなかコントの世界観に入るのに少し時間がかかるんで、テレビでパッとつけて、うん、じゃあ面白いっていうところまでちょっと時間かかるんで、なかなか難しいんですよね。だから YouTube っていうのはもう本当に見たい人が見に行くプラットフォームなんで、うん、それはもうコント師の人たちも最高じゃないですかね。うん、ああ、そっか。それはいい、ちょっといい時代になってきたってことですね。あ、そうですね。ここ3年ぐらいですか。うん。いや、僕ちょっと、まあ、さっきもちらっとそんな話になったんですけど、この藤井ページチャンネルどうやって伸ばしていったらいいんですか、これ。大熊さん、これ。藤井さんのやつは、もう僕よく見てるんですけど、本当面白いです。僕、ちょっと面白いと思ってるんです、自分で。いや、面白いし、なんかこう、ビジネス書的なところもあるし、おーおーおー、なんかね、お笑い芸人さんを辞めた方たちって、うん、結構みんな、うん、活躍されてるじゃないですか。そうですね。うん、ね、うん、で、あの時こうしとけばよかったとか、今はこういうことやってますみたいな、なんか自分的にも参考になるようなチャンネルなんで、うん、なんか変えたりすることはないんじゃないですか。あ、このまま。はい。あとはその字幕を英語でつけたりとか。いや、そうやな。英語か。うん、そうですよね。日本だけじゃなく、海外にもどんどん発信していくといいですよね。藤井さんが本当に YouTube で成功して、お金、うん、まあ、まあ普通に生活できるような感じになりたいっていうんだったら、はい、これただ一つ、絶対これをやれば1年で結果出るっていうのはあるんですけど、何ですか？毎日更新です。うんじゃなくて、どうですか？まあ一応でもね、あ、ほぼじゃやっぱダメなんですか？いや、もう毎日、最低毎日なんですよね。AI とかアルゴリズムでね、毎日同じ時間帯にスケジュール設定やると、すごいその、有料チャンネルとして点数がどんどん上がっていくみたいなんですよ。とんでもないこと聞いてしまった。あ、でそうすると、すごく有料チャンネルとして、Google さんが広告を出しやすい、出したいチャンネルになるんですね。だってテレビ番組って毎週ちゃんと同じ時間に同じ曜日にやるじゃないですか。そうですね。それをなんか出したり出さなかったりだと信頼度がどんどんチャンネルの点数が下がるんで、あ、この人もう1年も2年も同じ時間帯にずっとやってるんだっていう信頼度ってすごい、うわ、有効なんです。やらなあかん。なんかあれですよね、1個お土産くれたらいいんですけどね、みんな。ちょっと言いづらいこと。なるほどね。ちょっと、うん。だから、藤井さんが最後に、ちょっと聞きづらいことを聞いていいですかとか。なんか一個コーナー、なんかそこに向かって最後まで聞くとか。ああ。じゃちょっと大熊さんからお土産もらっていいですか、ちょっと。
当時嫌いやった芸人誰ですか？そういうお土産じゃないですから。本当はね、なんか例えば現役時代のネタとかは頭につけれたりとかしたらすごくいいんでしょうけどね。あ、いいじゃないですか。いや、なんかやっぱそういうのって権利があるじゃないですか。ああ、そっか、ビデオ。そう、そう、なんで。それ取り直すことできないんですか？できないでしょ。やめてはるから。なんか、藤井さんのチャンネルで、はい、うん、辞めた芸人さんだけの笑いライブやってほしいですね、うんうん。あ、ちょっとね、僕コロナが収まったらやりたいなと思ってたんですよね。いいですよね。うん、みんなやりたいと思うんで。あ、もうネタですか？はい。ネタか。やってくれるかな。いや、それネタをやってほしいですね。じゃあ大熊さん犬飼ってよやってもらって。いやそれ言い出しっぺやから、それは。いや、あの、僕は本当に今年から、うん、あの藤井さんにも、あの、うん、島田秀平君のチャンネルをうちの会社でやらせてもらって、はい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 、その時にそんな話しましたけど、僕も YouTube を自分で始めようと思ってたんですよ、今年の頭に。はい、はいはい。もうそしたらもう、うちの会社で YouTube10 個ぐらいやってるんで、今。すごい。もう手に負えなくて、自分の時間取れなくて。いや。もう結局今、いや、止まっちゃってるんですけど、でもね、だって、うん、はい、3月31日から復活して始めると思ってるんで。あ、出た。自分も、なんかいろいろネタも少し短めにやったりとか思ってるんで、フリースさんが やってくださいって言うんだったら、僕も全力でやります。うわ、すごい。はい、贅沢。いやいやいや、もう僕でよければ。いや、もうよかったです。その言葉は聞けて。だから、辞めた芸人さんに当時のネタをやってもらうライブをやってください。うわ、めっちゃいいな、それ。はい、トークとか、トークライブとかやろうかなと思ったんですけど、ネタをやってもらうってまたこれ、すごいですね。なんかあれですよね、YouTube もそうですけど、人がこう、緊張したり汗かいてるところみたいですよね。そうですね。やっぱり素のところみたいですよね。はいはい。振り込んだところとかいうよりは。チャレンジしてる顔とはそういうのみたいですよね。うん、いや、藤井さんがまとめるんだったらできそうですよね。できるかな、みんな運言うてくれるかな、うん、よくあるのが、あの、やっぱりあの片っぽやめてるけど片っぽ続けてるとかね。あ、そういう人多いですよね。おお、しこりがなければいいんですけどね。どうやってくれるでしょ。どうですか。え、あそこ多分一番やってくれないんじゃないですかね。え、じゃあちょっとあのコロナ収まったらなんか、はい、動いてみたいと思います、はい、いや本当ですよ、お願いします。いや、もうこちらこそですよ。もうその時はもうぜひともお願いします。はい、じゃあ、あの、最後になっちゃうんですけど、あの、はい、なんか言い残したことありますかね。大体みんなないって言われるんですけど。いや、なんか結構喋りたいことたくさんいろいろあったんですけどね。あれ、お前すか、残さず出し切ってくださいね。はい。うん。ドラマとかもね、結構出てありましたもん、極戦とかね。そうなんですよ。うん。まあ、例えばそっち志向に行く方もいるじゃないですか。役者の方とかが楽しくなってとか。はいはい、そういうふうには考えなかったんですか？一人コントライブをやってて、途中で一人芝居っていう名前に変えてやった時あったんですよ。なるほど。それっていうのは、なんか、笑いを取る前提でこう話が始まるのがちょっと大変だなと思った時があって、なんか何にもないお話の中で、自然に笑いが発生するみたいなことをやりたくて、うんうん、なんかそういうのを始めた時期があって、で、それと同時にいろんな劇団さんに顔を出してゲストで演劇に出させてもらったりっていう時期はあったんですよ。はい。はい、でも、まあ台本の中にこう、ボケのセリフとか、面白でお笑いを取らなきゃいけないセリフがあるじゃないですか。あ、そうですね。お芝居の台本の中に。で、それって別に笑い取らなくていい箇所かもしれないんですけど、うん、変な責任感で、なんとか自分がこういうセリフなんだから笑いを取らなきゃいけないんじゃないかと思った時に、うんうんうん、結構できなくて。あ、で、それで申し訳ないなと思って、ちょっと芝居の世界も、やるんだったら自分で書いて やんないと、ちょっと責任持てないなと思ったのがきっかけですね。じゃあもうがっつりそっちに仕事しようっていう考えはもうなかったんですね。その あんまりなかった。単体の役者として。ですね。うん、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで本日のゲストは、大熊一郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。